3月11日には、毎年、東日本大震災の慰霊のために、また、復興の状況も確認したく、取材に出かけている。今年は、3月11日夜、一気に、いわき市の塩谷崎まで走り、翌日北上し、原発被害が大きかった浜通りを、できる限り回るつもりだった。福島県の浜通りは、あの大震災の2ヶ月ほど前、のんびりと各所の伝説などを取材した。それがあの大震災で、さらには原発事故で、名も知らぬお世話になった方々の行方も知れない。何度か、被害状況や復興状況を確認しようと出かけたが、南相馬市以南、いわき市以北には立ち入ることもできなかった。今回は、とにもかくにも、国道6号線は開通したので、いわき市から行くことができる範囲で慰霊を行い、復興の状況を確認したいと思っていた。いわき市の塩谷崎灯台のある薄磯海岸で日の出を撮影した。この地では120人ほどが津波の犠牲になったはずだ。慰霊碑を探したが見つけられず、昇る朝日に手を合わせた。薄磯海岸は有名な海水浴場で広々とした砂浜が広がっていたが、現在はその砂浜にせり出すような形で防潮堤が築かれていた。それも景観を損なわないように、防潮堤そのものを公園化している。いわき市内を少し回ってみた。いわき市は、私の住む仙台と同様、被災地とはいえ、市街地は、津波の被害はなく、地震の揺れで壊れた建物などの多くは、修築、または建て替えされたのだろう。表面的には、すでに復興が完了しているかに見える。それでも、各所に、原発関連労働者の宿舎らしい建物が見られ、原発被害最前線の街の様子が伺えた。国道6号線を北上し、楢葉町の天神岬公園に向かった。途中、道の駅楢葉に立ち寄った。この地は、原発被害への対応での最前線基地になった。かつては、ここでは地域の物産を並べ、また入浴施設などもあったが、現在は無人の地域のための防犯やパトロールのためだろう、臨時の警察署ができていた。道の駅の機能としては駐車場があるだけだった。天神岬は行くことができるようで、国道から車を東に走らせた。天神岬は標高40メートルほどの高台にあり、弥生時代の遺跡や中世の城跡があり、スポーツ公園として整備されている。この楢葉町は2017年9月に避難指示が解除され、現在は住民が戻り始めている。天神岬公園は事故のあった福島第一原発から南に17キロメートルほどの位置にあり、全町避難になった。震災による直接の犠牲者は13人だったが、関連死は121人と圧倒的に多いのが特徴だ。もちろん、それは原発被害による生活手段の喪失や生活環境の変化から来ているのだろう。この先、大熊町や双葉町は帰還困難地域になっており、国道6号線を除き、今も立ち入り禁止になっているはずだ。正直、この先、それらの無人の地域に向かって進むのは気が重い。しかし、それがどうしても伝えたいことなのだ。光に溢れている公園の展望台から、海岸線に向かい手を合わせ、
復興記念碑に手を合わせ、富岡町に向かった。富岡町も全町避難だったが、2017年3月に避難指示が解除されている。2年ほど前に訪れた時には、商店街は全くの無人で、崩れた建物は震災時そのままで、歩道には雑草がはびこり、荒涼としていた。今回も人に出会うことはなかったが、歩道の雑草がなくなっている。崩れた建物が取り除かれ空き地になっている。驚いたことに、古い建物に足場がかけられ、修築されているようだ。住民の一部が戻ってきているのだろう。しかし喜びもここまでだった。国道6号線を北上し、大熊町に入り、すぐに、帰還困難区域の看板が立っている。国道6号線から脇道には入れない。国道沿いのパチンコ屋や飲食店などは、もちろん無人で、震災時そのままの姿で、その後の7年の無人の歳月を、舗装面を破って繁茂した駐車場の雑草や、看板に絡むツテに見せている。そのまま北上し、大熊町に入る。大熊町の町中を通る国道6号線は、かつての浜街道そのもので、道幅は狭く、古い集落の中を通っている。その両側に並ぶ家々の敷地の入り口すべては、江戸時代の竹屋頃のような金属製のバリケードで封鎖されている。胸がギュッと潰されるような衝撃を受けた。車を小さなスペースに停めて写真を撮った。多くの家々は、震災時の被害をそのまま残しており、雑草が伸び、ツタが絡んでいる。国道は、おそらく原発関連車両や復興関連車両だろうが、思った以上に通行量は多い。しかしながら、もちろん、住む者も道を歩く者も誰もいない。時折、パトロールの警察車両が通り、こちらをうさんくさそうに眺めて通り過ぎていく。家々のバリケードは、もちろん、防犯の意味があるのだろうが、それでも、この地域すべてが、社会からなかったことにされているような印象を受けた。この地域にも、日は照り、風は吹き、草花も咲くのだろうが、人の姿はなく、人々の声もなく、この地域の生活すべてが奪われている。この地域では、津波の被害はなかっただろう。建物の被害も、他の地域に比べて大きいものではない。しかし、この地域に、かつての人々の生活が戻ることはないのだろう。北隣の双葉町にかけて、慰霊碑などがあれば、せめて手を合わせたいものと思ったが、見つけることはできなかった。考えれば、この地の人々は散り散りになり、コミュニティは分断され、戻るに戻れず、祈りを共有することもできないのだ。この地は、今回の東日本大震災での、復興すらできない、最大の被災地なのだ。もはや限界だった。福島第一原発の入り口を見ないようにして通り過ぎ、双葉町の町並みもスルーし、帰還困難区域から早く出て、復興の形が見える地に出たかった。浪江町に入り、海岸に向かった。何でもよかった。海岸に出れば、防潮堤などの復興の状況が見えるだろうというだけだった。海岸に出て、海の青さと、復興工事の現場を見て少し落ち着き、写真に収めた。その近くに、除染土の集積場があった。黒い防水の袋に収められ、
また黒い防水シートに覆われて一面に広がる集積場は、ある意味でこの地域一帯の最上にも思えた。写真を撮影し、手を合わせた。当たり前の生活にやたら出会いたかった。暮れ始めたこの地を後にして、夕暮れの南相馬市で、ようやく当たり前に生活者が行き交う姿を見た。